前々回くらいのあらすじ。夏祭りが終わり、家での霊夢とマリサ。そこで見つかる水槽で飼われたトレーダーたち。トレードの方はというと、ショートしても、あまり下がらず、危ない場面もありましたが、なんとか25万円ほどの利確で終了。さて、今回はどうなるのか。なんでそんな前の動画のあらすじここで紹介してるの？なんでそんなに前の動画のあらすじ紹介したの？それではやっていきましょう。ゴールドトレード実況。本日は9月20日20時頃のトレードなんだぜ。霊夢、今日のエントリーはどうするのぜ？おう。まあこれはショートでいいだろう。15分足が上昇してかなりの時間が経ち、そろそろ利確が入ってくる時間だし。って、そういうのは反対ポジ読解でやるんだった。つい収録が始まると喋りたくなってしまっていけないな。おう。霊夢もやっぱり相場が大好きなんだな。はぁ、私よりも相場が好きな奴がいてたまるもんか。こんなアホみたいに楽しいこと。誰よりも好きな自信あるぞ。私だって相場は好きなんだぜ。は、マリサが相場好き。それも私よりも。信じられないな。いや、霊夢よりは、とかは言っていないんだが。じゃあいいわ。あんた次の動画は実況してみなさい。そして勝つの、当然だけどね。あ、唐突なんだぜ。それに絶対勝てるなんて自信はないんだぜ。は、そんなんで相場に向き合っていたなんて、なんて嘆かわしい。大体な、私はどれだけこの相場に課金したかわかってんのか。ガチでサラリーマンの年収くらいは行くと思うぞ。あれ、なんで私怒られてるんだ。そんだけ課金したのに、ゲームを楽しく遊べないって、そんなのあるわけないじゃん。つまり、私が相場を好きな理由は勝てるから、勝てるようになるまで課金し続けたから、これしかねえんだよな。最初から勝てるやつなんていねえ。星3キャラクターだけで勝てるようになるゲームなんてないだろ。私は星5を当てるまで、SSR が出るまでガチャを引き続けたんだぞ。ああ、今日は霊夢がおかしいんだぜ。それをな、マリサ。へい、あんたはどれくらいガチャを回したんだ。まさか数十万とか言わないよな。最近は怖くて全然回していないんだぜ。あんた、通帳見せなさい。私の通帳。ふむふむ。意外と入ってるじゃないの。はい、全部入金しましょうね。大丈夫、入金ボーナスあるから、入金すればするほどお得になるから。いや、そういう問題じゃないから。二人が何やら会話に夢中になってしまったので、勝手ながら反対ポジ読解始めさせていただきますね。今日の、反対ポジ読解。皆さんこんにちは。反対ポジ読解のお時間です。本日はショートでしたね。お二人は何も触れておりませんでしたが、このままだと相場に何も触れないまま終わってしまいそうなので、少し触れておきますね。まず今回のショートの根拠ですが、15分足移動平均線との乖離率ですね。そしてもう5つ、1分足移動平均線が平行になり始め、レートが頭打ちになり始めている点ですね。今回は反対ポジションがどうこうというよりは、天井からのショートでリスクリワードが良い、という点でエントリーしています。FX はつまるところ、リスクリワードを含めたリスク管理をどれくらい徹底できるのか、というゲームですからね。さて、あまり触れることもありませんでしたが、今日の相場は正直これくらいです。それでは本日の反対ポジ読解はここまでです。本編もご視聴よろしくお願いいたします。というところで、私がどれほど FX を愛しているのかを語っていこうと思うが、私はな、それこそ、ご飯を抜いてでもチャートを観察していたいわけだ。マジで32時間チャートに張り付いていたことあったからな。おお、それは確かにすごいエピソードなんだぜ。私のなけなしの20万円を失うかどうか、という瀬戸際だったわけだがな、レッドゾーンに何度も入って、引きを出してを繰り返し、それをずっとハラハラ眺めていたら朝霞に帰っていたわけだ。これって私が FX を好きな証拠だろ。もう好きでいいからそろそろ相場に触れてほしいんだぜ。結局目をつけちゃったわけよ。証拠金維持率が 110% までいったから、でも売ったらな、もうポジションがないわけよ。何が起きたのかなぁ。ってそう思うじゃん、寝ぼけてるのかと思って、顔洗ってからもう一回見たわけよ。そしたら、ゼロカットしてるわけ。わぁ、私はその時確信したね。
私は FX が嫌いなんだな。で、嫌いなんかい。いや、そんなくだらないことはどうでもよくて、霊夢が話している間に、含み益が100万円以上になっているんだぜ、いち。ひとまず落ち着いた。けどこれはやばいでしょ。久しぶりに爆益と言っていいでしょ。だからさっきからそう言ってるんだぜ。FX について語りすぎてしまった。そろそろ理解していくか。というか、このトレードはぶっちゃけ簡単だった。15分足で上昇相場が過熱していることを見て、1分足の移動平均線が平行になった時点で、下落のサインと見て、ショートでエントリー。何これ、簡単すぎだろ。ということでね。はい。ごちそうさまー。そいじゃ、今日の収支行くぞい。今日はぐっすり眠れそうです。そういえば昔プレゼント企画やったけど、またそういう楽しい企画やろうと思ってるから、楽しみにしててな。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。